はい、こんにちは。ようこそゆるふわ仮想通貨チャンネルへ。ひろみです。メタバースで遊びながら稼ぐ世界初のカーレース NFT ゲーム XXVR について、今回この動画で皆さんで情報をシェアさせていただきたいなと思います。はい、途中にですね、早期割引のですね、スペシャルオファーということで XXVR が 40% オフでですね、はい、NFT を出されるということで、そのような情報も動画内に、で動画の中でですね、お話ししていきたいなと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。はい、それではレッツゴー。XXVR って何なのと思う方いると思います。はい、まず、XXVR のホームページ見ていきましょう。はい、こちらがですね、 XXVR のホームページになります。公式のサイトですね。めちゃくちゃかっこいい映像が流れております。はい、こちらはですね、YouTube の方でも同じ動画が流れていますので、ぜひ YouTube の方でもチェックしてみてください。すごいめちゃめちゃかっこよくないですか。これがプレイトゥーアーンできちゃうんですよ。すごい。なんかイメージちょっとエバードームみたいな、映像がちょっと似てますよね。はい、めっちゃかっこいい。車好きにはたまらない映像となっております。と XXVR はですね、VR のプレイトゥーアーンゲームになっています。はい、で、詳しくですね、これからお伝えをしていきたいなと思います。で、2015年から始まったということでですね、まあ、ちょっとさ簡単にちょっと見ていってしまいましょう。これから購入が、これから販売が予定されている NFT となっております。めちゃくちゃかっこいいですよね。ちょっとこれ今クリックしても流れないんですけど、これなんと 3D です。 3DNFT です。はい、でフューチャーということで、まあ、プレイトゥーアーンだったり NFT だったりとか、リワードだったり、メタバース、DAO、はい、このようになっております。はい、How to play ですね。 How to play となっています。さまざまな大会に参加をして、そこでゲームに勝ってですね、そこで賞金を受け取ってトークンを獲得するとなっています。はい、あとですね、この NFT のブラインドボックスを購入して車を手に入れましょうとなっています。はい、で、アイテムを使って車を強化したりレベルアップするとなっています。はい、でロードマップですねがこちらになっています。今ここの中間地点にいますね。めちゃくちゃかっこいいですよね。で、はい、トークンの割り当てがここに書いてあります。はい、はい、今ざっくりとですね、お話をさせていただきました。詳しくですね、こちらの方にイントロダクションの方に書いてあるので、こちらの方でも、ご説明をしていきたいなと思います。はい、もう一度すごい重複しちゃうんですけれども、 XXVR はバイナンススマートチェーン上に構築をされた最初のレーシングプレイトゥーアンゲームとなっております。でポイントがですね、ここの公式の NFT マーケットプレイスなんですけれども、ここがですね、早期割引スペシャルオファーということで 40% オフの 0.3BNB でですね、 NFT が購入できるというキャンペーンをこれから開催がされます。はい、で日程がまだ決まってないんですけれども、日程が決まり次第ですね、はい、ぜひ私のこのゆるふわ仮想通貨チャンネルでお伝えをしていきたいなと思います。で本当にステップンと同じなんですよ。ステップンと同じで、ここの XXVR の NFT を使ってゲームすることで、最速で5日でですね、120ドル相当のコインを受け取ることができて、元が回収できてしまうということです。はい、なのでステップンよりもですね、投資したNFT を回収するスピードがすっごく速いです。ステップも最初6ソラナぐらいだったんですよ。なんですけど、今見たらやっぱりもう15、16ソラナぐらいまでもうアップしちゃってるので、ここの XXVR もですね、参加が早ければ早いほど受け取れるトークンが多いということなので、はい、ぜひですね、結構先行者利益が大きいプレイトゥーアンゲームとなっています。で、あとですね、ここの XXVR の NFT 所有者、アクティブユーザーにですね、ガバナンストークンが配布されます。はい。で、このガバナンストークンって何って思われる方いると思うんですけど、株式持ってると、株式配当だったりとか、あとなんだろう、総会か、株主総会への参加ができるじゃないですか。
それと同じです。ガバナンストークンを持っていることで投票権がもらえるんですね。なので運営、プロダクト、方針の決定に参加ができます。はい、なので株をイメージしていただくとすごく分かりやすいなと思います。はい、でここの XXVR の NFT の価格はですね、 BNB の価格に基づいて決定がされています。はい、なのでそのバイナンスが出している BNB のトークンになるので安全性もありますし安定性も高いプロジェクトとなっています。もうなんかすごいカーレースのステップンが出てきたっていう感じで私思っているので、とってもとっても楽しみです。このホームページ見ていただくと分かると思うんですけれども、何よりかっこいいです。本当にかっこいい。このチームというところを見ていただくと分かるんですけれども、この XXVR の創設チームは日本、ヨーロッパ、韓国からグローバルにとなっているので、ここに最初に日本で出てきてくれてるのもね、すごい嬉しいですし、やっぱ創設者の方、そのチームの中にですね、日本人の方がいるということで、すごく勝手ながら親近感があります。であとですね、ここのはい、バン方式が採用されているので、あ、ここにも書いてありますね。定期的に一定の割合のコインを燃やしてプレイヤーが持っているコインの価値が下がらないようにしますと、はい、バン方式が採用されています。なのでトークンの価値は上がっていく一方です。めちゃくちゃかっこいいですよねめちゃくちゃかっこいい。はい、次にですね、ツイッター見ていきましょう。はい、こちらが XXVR のツイッターになります。はい、ツイッターも概要欄の方に載せておくので、ぜひお時間ある方ですね、はい、ツイッターの方もチェックしてみてください。で今ここにはい、ここのコインテレグラフレーティングというですね、トークンの価値評価をするところがあるんですけれども、なんとここのですね4位のところにいるんですよ、 XXVR が。で、パートナーが龍馬となっていてですね、すごくないですか、ね、今後すごい期待大だなと個人的に思っています。あ、やっぱこれもかっこいいよな、この 3D 感めちゃくちゃかっこよくないですかめっちゃかっこいい。はい、で XXVR とこの龍馬というですね、ゲームファイプラットフォームの、CEO の山口優さんという方と、テレグラムライブということで4月25日にですね、ライブが行われました。はい、で、ここにも書いてある通り、ゲームファイ初のカーレースゲーム、日本初のレーストラックを開設となっています。日本の皆様、メタカーレースの世界へようこそですはい、私のツイッターの方ですね、はい、リツイートをさせていただいてるんですけれども、今、ホワイトリストをやってます。5月の1日までホワイトリストをやっています。はい、ぜひですね、無料で参加ができるホワイトリストとなっておりますので、ぜひ気が向いた方ですね、参加をしてみてください。ホワイトリストの詳細もですね、概要欄の方に載せさせていただきますので、ぜひそこからご参加ください。はい、ということで今回はメタバースで遊びながら稼ぐゲームですね、はい、世界初のカーレース NFT ゲーム XXVR について、今回いろんな情報を皆さんとシェアをさせていただきました。いかがだったでしょうか。はい、本当に NFT 3D ですし、なんて言うんですかね、システムもステップンのようなシステムってサービスっていうんですかね、なっているので、本当にこれから大注目だなと思っています。はい、早期スペシャルオファーがですねありますので、ぜひここでですね、NFT ゲットして、 XXVR でですね、皆様のゲームを繰り広げていただきたいなと思います。ステップよりもしかしたら稼げるかもしれないなんてこともあり得るかもしれないので、はい、私もですね、この早期オファーの 40% オフで NFT が購入できるというものに参加しますので、はい、ぜひその期間とか時間日程が分かったらですね、はい、このチャンネルでもちろんシェアをさせていただきたいなと思います。今回もうまく説明できたかわからないんですけれども、全て概要欄の方に詳細は載せさせていただきますので、ここで 100% お伝えできていない情報をですね、皆さん概要欄の方で自身でですね、ご確認をいただけると嬉しいです。皆様いつもですね、コメントやいいね、本当にありがとうございます。とっても励みになっています。
これからもですね、コツコツ頑張っていきますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。皆様素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。なんかここめっちゃ光ってる